はい、用土社営業部でございます。本日は東京医科歯科大学 M&D データ科学センター教授の清水秀之先生の部屋にお伺いしております。今回は生命科学や基礎医学分野での機械学習についてお話をお聞きします。清水先生、よろしくお願いします。こんにちは、清水です。どうぞよろしくお願いします。はい、機械学習の説明をするならば、よく混同されがちな言葉である人工知能も合わせてお話ししなければなりませんね。最近になってよく耳にするということですが、実は人工知能、いわゆる AI の研究は今に始まったものではなく、戦前からなされてきました。 AI はもともと人間の知能を模倣するためにコンピューターを活用しようという研究分野で、さまざまな方法が提唱されてきました。その中にあって、主に統計学と密接な関係を保ちながら発展してきたのが、ご質問にある機械学習、マシンラーニングです。機械学習は人工知能の一つのフィールドでして、データから統計理論をベースにして学習し、学習したことを利用してまだ見ぬ新しいデータに対して判断を下す分析手法です。というと難しそうですが、全然そんなことはなくて、例えば実験でもよく使う最小二乗法で回帰直線を求めるというのも機械学習の仲間ですし、医療系の領域では例えばロジスティック回帰も機械学習の一つです。このように機械学習というのは様々な方法をまとめた総称なのです。一般的なプログラミングでは全ての挙動を人が提示する必要がありますが、機械学習を使えば、例えば回帰直線の切片と傾きといったパラメータをアルゴリズムが最適なものを決定してくれるというようなイメージです。データ X とそれに紐付けられている正解 Y、 これはラベルなりアノテーションなりクラス分類といったものですが、その X と Y の間に成り立つ未知の関数 Y=FX の関数 F をデータから近似することができる、それが機械学習です。関数 F の形によって線形回帰とかロジスティック回帰とかランダムフォレストとかニューラルネットワークなどと異なる名前で呼ばれますが、データ X から正解 Y を紐付ける関数 F をデータから見出したいという点で、いずれも機械学習の仲間です。機械学習の具体的な例としては、例えばカメラアプリは画像 X から顔 Y を自動的に抽出してくれますし、チャット GPT はユーザーが入力したテキスト X からそれに合うテキスト Y を生成します。また車の自動運転では、さまざまなセンサー情報 X を統合して次の運転操作 Y を行います。これらはいつでも関数 Y=FX をデータから自動的に学んでいるからこそ可能なわけです。はい、例えば Y=FX の入力 X をアミノ酸配列、出力 Y をタンパク質の立体構造にして、アミノ酸配列とその立体構造の間の対応関係を見出したのがアルファフォールドです。アルファフォールドの開発は特に構造生物学の業界を大きく変革しており、巨大な複合体について取得した電子顕微鏡データとアルファフォールドの予測を組み合わせて、たくさんの構造が高速に解かれてきました。またタンパク質のアミノ酸配列をもとにその機能を推定するということもできるようになりつつあり、構造と機能の両面を AI で予測できるようになったことで、タンパク工学にもさまざまな応用があります。今ご紹介したのはタンパク質の一次配列、いわゆるアミノ酸配列を入力 X として使うというモデルでしたが、同じ配列つながりではゲノム配列への機械学習の応用というのもホットな領域です。例えば、がんで起こる遺伝子変異によってどのような新生抗原、いわゆるネオ抗原ができるのかが分かった後、それが HLA とどのくらいの親和性があるだろうということも解析できますし、ゲノム配列のみからその遺伝子の組織別の遺伝子発現量やスプライスなどの推定もできます。もちろんトランスクリプトームデータにも使われていて、例えば機械学習で病気のマーカーを見出したり、昨今のシングルセル解析をさらに進化させるようなさまざまなアプローチが提唱されています。もう少し医療との境界領域に近づくと、AI が最も親和性が高い画像解析とは切っても切れない関係になりますね。バイオ領域でもルーチンで見ている細胞の画像のほか、蛍光画像や免疫染色、さらに近年では組織透明化などの技術によって、以前は観察が不可能だったサンプルも見える化できるようになってきますし、医療の面ではレントゲン写真に始まり、CT、MRI、超音波、病理、皮膚、眼底など様々な画像データがあります。
実はずっと大量の画像データをすでに学んだ機械学習モデルがたくさん公開されていて、それらをもとに微調整することができるので、生命科学や医学の画像データが少なくてもそれほど問題にはなりません。バイオ画像こそ AI が最も大きな貢献を果たせる領域になります。また画像を何枚も重ねれば動画になりますので、動画の AI 解析も盛んにやられています。例えば生命科学領域ではマウスなどの実験動物の行動解析やフローサイトメタリを使った細胞の分子を AI が自動で行ったりできます。生命科学と医療の狭間ということでは、創薬は非常にホットトピックスですね。ハイスループトスクリーニングから始まる今の創薬技術をもってしても、一つの薬を作るまでに10年以上の歳月と100億円以上のお金がかかるのが現状ですが、これを打破するために AI 創薬が注目されています。薬を見つけるのはもちろん、副作用や薬物動態の予測など創薬のさまざまな段階で利用可能です。また近年は核酸やペプチドといった中分子創薬にも AI が活用されるようになってきました。このように広範な生命科学領域に機械学習が使われ始めているので、特にこれからの生命科学研究を担う若手研究者や学生さんにとっては、いずれ避けて通れなくなると思います。確かに昔は難しかったです。 C 言語とかで全部自分で実装する必要がありましたし、データを GPU という計算エンジンに転送するだけでも GPU のハードウェアに関する理解が不可欠でした。でも2015年に Python 製の便利なライブラリが立て続けに出たおかげで、今はごく短いコードで複雑な機械学習アルゴリズムを実行できるようになりましたし、 GPU への転送もたった1行でできるようになりました。しかもありがたいことに、 Google が無料で提供してくれている Google コラボラトリーという計算環境には Web 経由で簡単にアクセスでき、そこには機械学習に必要なツールのほとんど全てがあらかじめインストールされています。いろいろなソフトを苦労してインストールせずとも、 Google コラボラトリーを使えばプログラミングのための環境構築すら不要なんです。ですので Gmail などの Google アカウントを持っているのであれば、今日から学び始めることができます。はい、この本は周りに機械学習について相談できる詳しい人がいないけれども、自分のライフサイエンス研究に機械学習を使いたいという方にレシピを伝授する目的で編集しました。医学や生命科学に特化した日本語で読める初めての Python コード付き機械学習本になります。近年の生命科学系や医療系のジャーナルには迷子のようにコンピューター解析手法をメインにした報告が掲載されていて、機械学習が使われているものもどんどん増えています。じゃあ本屋さんで機械学習の本を買って勉強しようと思うと、どうしてもライフサイエンスとは全く異なる簡単なデータを使ったチュートリアル的な要素が強く、機械学習を研究に使うにはハードルがありました。そこで企画したのが本書です。一般的な Python の入門書を読み終えたくらいの方を対象にしていて、実践的な Python コードデーを通して生命科学データを用いた機械学習を学んでいただける書籍になっています。使われているデータはまさに実際の研究で出会うものばかりであり、これらを学ぶ中で生命科学研究における Python の高度な利用法に習熟しつつ、同時に新規課題に対する応用力を身につけると思います。まず機械学習とは何かを学ぶところから始まり、 Python を駆け足で復習した後、がんと正常の遺伝子発現パターンを題材に、機械学習と深層学習を実際に動かしながら基本となるコンセプトを学びます。続く実践編では各種を読み切りで重要トピックスについてまとめました。バイオメディカル領域の画像解析、がんゲノム、シングルセル解析、マルチオミクス解析、タンパク言語モデル、AI 創薬と幅広いトピックスを解説しています。その後、すでに機械学習に造形の深い方にも楽しんでいただけるよう、発展編と称してよりアドバンストの内容を2つ入れています。1つは中分子創薬における AI の活用、そしてもう一つはメタゲノム解析の機械学習です。最後に本書を読み終えて、さらにその先の高みを見据えている方のために、極めて高度な計算リソースを使う方法や発展的なトピックス、数十のリソースを余すところなく示し、本書を卒業した後の羅針盤も提示しています。本書をお読みいただくことで、ご自身の研究に機械学習を取り入れることができるようになりますし、新しい機械学習手法がこの先登場した時にも抵抗なく習得する基礎力を身につけることができます。
Python の基礎的な使い方についてあらかじめ身につけていると理解がよりスムーズかもしれません。用途者からこちらの読集 Python バイオ情報解析という Python の文字が青色の本も出ています。青 Python を読んでから今回の本である Python の文字が赤色の赤 Python を読むとバイオ研究に必要となる実践的な Python をすべてマスターできます。ただ青 Python を読んでいなくても本書赤 Python の第2章では Python の重要事項生命科学データを使ってしっかりと復習しています。また本書のコードはダウンロード付録としてついてきますのでそれをブラウザで実行すれば同じ解析ができるはずです。はい、メッセージは長くなってしまうので動画概要欄になる私のホームページ上のエッセイをご覧いただくことにして手短にまとめます。次世代シークエンサーやさまざまな網羅解析手法が登場するにつれて今後ますます生命科学と情報科学の境界はなくなっていくでしょう。今や機械学習は一部の研究者だけのものではなく生命科学者や医療の専門家にとっても研究を大きく加速させることができる有望なツールとなっています。むしろ生命科学の専門知識、ドメイン知識があるというのは純粋な情報系の研究者にはない大きな強みです。本書で生命科学のリアルなデータを使った機械学習を身につけご自身の研究の発展に役立てていただければ幸いです。貴重なお話をありがとうございました。